南水北町は中華人民共和国の南方地域の水を北方地域に送り慢性的な水不足を解消するプロジェクト。相当主額は約5000億元であり、規模は三峡ダムを超えた史上最大の工事の一つとされる。第十次五可燃計画の一環で正規投油、静電闘争、製造鉄道とともに西部大開発の目玉プロジェクトとして位置づけられる。 古くから中国の北は水が少なく、そのために北では小麦が南では水筒が主食だった。昔の交通手段も南線北馬と言われるごとく北は馬が中心であるが南は船が中心だった。1952年10月30日に毛沢東は南方水田、北方水省、女優加納、仮天水北たるなり、 絶対的と大胆な構想を発表した。南水北町プロジェクトのルートそれ以来、中国政府は多くの専門家を集めて50年間にわたり調査、研究を行ってきた。数々の案を検討、議論した結果、南水北町は、長江の上流、中流、下流からそれぞれ取水し、西北地区と下北地区の各地に引水する東線、中央線、 再選の3ルートの案を決定した。2002年12月27日、当時の国務院総理主要機によって着工を宣言された。東線工事は3期に分けて実施される。2002年12月27日に着工された。2013年12月8日、通水が行われた。長江下流のチャンスーショー要より、長江の水を引いて、稽古運河と、 その平行の稼働を利用して、ポンプで溶水して北方に送水する。さらに、ぬかり沢湖、落葉湖、南四湖、東なる湖とも連結して、水を蓄えたり、水量調節を行う。東なる湖を出た後、水路は二つに分かれ一つは北方に向かい、暗い山の付近にてトンネルを経て、黄河に合流して、河北省から天津市にまで到達。 長さは1 1 5 6トルになる。もう一つは東に向かい、山東省北部の平原を経由して、鎮東市と山東半島の延大市、伊海市まで達し長さは7 0 1キロメートルになる。2003年12月31日に着工された。2014年に1 4 3 2トルが完成、12月12日に通水が行われた。 長江中流の支流である観光の単江口ダムより、取水して、東白河平原北部、木 Y 海平原の西部を経て、定州市西部の湖柏口橋で、黄河を横断し北上する。経路は、福牛山と太閤山山崎平原を通り、また長江、Y 河、黄河、海河を越える。中央線の最初の水門は、南陽市の東多郷である。新しく立体交差式の水路を建設し、 前線は自然流下法を取る。最終的には北京市と天津市まで伸び、全長は1 2 4 6トルになる。そのうち黄河より南が4 6 2トルを占め、黄河より北が7 7 4トルとなる。黄河を横断する部分は1 0トルになる。また、天津市内の門戸寺は1 4 4トル 中央ルート第一期工事の完成によって、1200万人を超える北京市民が水道水などの供給による恩恵を受けた。長江上流の通天河と支流の宮尾港、大都下上流地域にてダムを建設して、長江と黄河の分水嶺、ともえがおかくへしゃ山脈に、油水トンネルを掘り、長江上流の水を黄河上流に引く。この工事により青海省、甘粛省、 寧夏海賊自治区、内モンゴル自治区、潜水省、三水省等の黄河上中流域と伊賀間中平原の水不足解消が見込まれる。ただし、長江と黄河の高低差が80メートルの450メートルあり、長江から水を送るためには高さ200メートル以上の規模のダム化ポンプによる水の汲み上げが必要であり、長さ100キロメートルのトンネルを改作しなければならない。 さらに、海抜3000から5000メートルの高原地帯に水路が位置しており工事作業者の高山病が心配される。また、断層地帯に重なるため地震の危険などもあり、最も困難な工事になることが予想されるため、現在もまだ検討段階である。南水北町工事が発表されてから多くの論争を巻き起こした。反対者は、主に巨額の工事費がかかり、 多くの住民の移動問題に関わり、共水量の少なかった場合の経済効果、共水量の多かった場合、滑水器の調江の水不足、またそれに伴う調江河川の船の航行の影響、調江河口の塩の塩分濃度の増加、さらに生態系への影響を懸念する。賛成者は、調江の水量は、毎年海に大量に流れ込むほど、豊富にあり、一部分の水を、 北の活水地区に回せば、活水の問題は解決し、またマイナス面での影響も、防止策や保障、総合的な整備を行うことによって、最低限に抑えることができるとみている。ありがとうございます。